おはようございます6月25日火曜日の東京インフォメーションですとは東京ゆかりの選手が一人でも多くパラリンピック競技大会などに出場できるよう東京都パラリンピック選手発掘プログラムを実施しています東京都パラリンピック選手発掘プログラムは パラリンピックなどの国際大会で活躍を夢見る未来のパラアスリートと競技との出会いをサポートするプログラムですおはようございます東京都障害者スポーツ協会の寺崎です東京都と東京都障害者スポーツ協会では東京ゆかりの選手が一人でも多くパラリンピック競技大会などに出場できるよう東京都パラリンピック選手発掘プログラムを実施しています 日頃から運動し、体力には自信があるので本格的に競技スポーツに取り組みたい。すでに競技をしているが、自分の能力をもっと活かせる競技があればチャレンジしてみたいなど、そんな思いを持った方の参加をお待ちしています。対象者は東京都在住、在勤または在学のいずれかで、プログラムで実施する競技や種目に該当する障害があり、日本国籍を有する方です。 開催は8月4日で、日本財団、パラリーナにて。カヌー、自転車、柔道、ボート、車椅子フェンシングの、ご協議を行います。対象は、肢体不自由、視覚障害の方です。公式ホームページの、入力フォームか、郵送にて、お申し込みください。締め切りは、七月2日です。東京。 2020大会への出場を目指した選手発掘としては最後の機会となりますぜひこのプログラムに参加して夢を使いましょう皆さんの挑戦をお待ちしています東京都からのお知らせを続けてお伝えしますこの春、推定333万日の江戸前アが多摩川を遡上したことが都の調査で分かりました3月から5月にかけて 河口から11キロの地点に定置網を設置しアの数を毎日計数調査期間中に網に入ったのは17万9668尾で調査地点からおよそ6キロ下流で標識をつけて放流したアユが網に入った割合は5.4%この結果から訴上数を333万尾と推定しましたそしてもう一つ とは木造住宅密集地域の不燃化を促進するため、自己資金だけでは住宅の建て替えが難しい人を対象に、東京都個人住宅利子補給助成の募集をしています。都庁大日本庁舎13階の住宅政策本部民間住宅課へお申し込みください。受付は来年2月28日金曜日までですが、申し込み個数が30個に達した時点で締め切りとなります。 申込資格や融資額など詳しくはパンフレットをご覧くださいおしまいはこちら東京仕事センターのヤングコーナーは三十四歳以下の求職者の保護者を対象にしたセミナー・企業見学会を開催します保護者のためのセミナー・企業見学会就職をサポートできる保護者になるためには 来月6日土曜日の午後0時半から5時まで開催されます。第1部のセミナーでは、辞めない正社員をテーマに就職活動対策に詳しい専門家がお話しします。続く第2部は企業見学会です。我が子の働く姿をイメージしながら就業の現場を見学し、企業担当者の事業説明と働く若手社員の話を聞くことで、 保護者としての不安が解消できるようになっていますセミナーは飯田橋の東京仕事センター3階で開かれ見学先はセミナー会場の隣にあるホテルメトロポリタンエドモントです電話、ファックス、インターネットのいずれかでお申し込みください参加費は無料です今日お伝えした内容は東京インフォメーションのホームページにアップしています より詳しい情報へのリンクもありますので、どうぞご活用ください。ここまで東京インフォメーションでした。